宮内博士は、日本の刑事法学者、元京都大学教授、東京都出身。旧制松本高校に在学中に、マルクス主義的思想を問題視され退学する。その後、立命館大学の予科に入学し、武田自平に指示する。武田は区内を素晴らしい学生であると他の学者に、自慢しており、佐伯先人や滝川幸都氏に見出される。 中でも滝川は区内を高く評価して直に指導するようになり、平場、安路、滝川春夫とともに滝川門下の三馬ガラスと称されるようになる。戦後は立命館で刑法講座を担当していたが、市の武田が教職追放により立命館を去り、また京都大学では最期の教職追放などによる教員不足のため刑事法研究者を補充する。 必要が生じ、滝川門下の平場と共に、刑事学講座担当として迎えられ、京都大学助教授に就任した。滝川事件では、平場と共に、学生側の特別弁護人に就任し、市の滝川と対立した。その際、同じく特別弁護人に就任した田畑茂次郎は、新聞の取材に、区内と平場が特別弁護人を引き受けた理由として、教え子たちが、 世間から見放されて、その将来に犯罪者の楽印を押されるかどうかの危機に直面しているのであえて教職から立つと意向を漏らしていたと語っている。教大で刑事学の講座を担当していたことから、研究対象は刑法から刑事学に移り刑事学の業績が多い。著書、刑事学は戦後初の体系的な刑事学教科書とされる。区内は、 マルクス主義法学者であったが、刑事学はドイツの正当派刑事学の戦場にあるものであり、刑法から刑事学への思想的変遷を図式化したものとして評価された。治安立法に対して大きな関心を持っており、治安立法についての多くの著書を残した。佐伯木先人、宮内教授のこと法学論争83巻3号0 7 P 平林寺。 呼吸内教授の学風と、業績法学論争83巻3号101、P、松尾隆義、滝川実験以後京都大学法学部、再建問題京都大学大学文書館、研究起用、第2号2004年 13P 京都新聞1958年8月24日、再起 108P、渡辺洋蔵、区内君に捧げる法学セミナー145号81、 P 平場 104P ありがとうございます。